現役高校生が入学式スーツ買ってみた。ハルト君、スーツ着たことある？スーツはない。なさそう。はい。あります。全くない。スーツのイメージって結婚式のイメージある？ああ、あるわ。うん。なんか楽しみですね、今日は。リンカちゃんはどんなテーマのスーツを？私は大人可愛いスーツスタイルでコーデを組みたいなって思ってます。大人可愛い。はい。なんか大人っぽさもありつつ女の子の可愛さもありつつみたいな、うん、どっちも取っちゃうよ欲張りみたいな感じで、はい、コーデを組みたいと思います。ハルト君は清潔感あって綺麗めなスーツスタイルみたいな感じの着てみたいなと思います。お、楽しみですね。はい、ということでかっこいいスーツ見つけるぞ。私も可愛いスーツ見つけたいと思います。スーツは初めてなんですけど、はい、本当に、はい、なんかサイズとかって、うんうん、いつも着てる服のサイズのままとかでいいんですかね。ちょっと違いまして。え、違うんですか。そうなんですよ。実際に着てみてもらって合うあのサイズを選んだ方が綺麗に着れるのでポイントをお伝えできればなと思います。はい、はい、入学式とかですれ違った時にすごく綺麗に着てると可愛いあの子みたいな風に思われたいじゃないですか。思われたいです。そうですよね。それが叶うスーツがお気にはご用意があって、この360度どこから見ても綺麗に見えるっていうシリーズを今日はいくつかご紹介したいと思います。選ぶポイントが3つあります。はい、3つ。はい、まず最初の1つ目が色。入学式で人気がある色は、はい、あの大人っぽく見える黒と、はい、柔らかい印象に見える紺色が人気になってます。どんなイメージがいいですか。え、なんか柔らかいですかね。柔らかい感じがいいですかね、はい、そしたらやっぱり紺がおすすめでして、はい、ちょっとストライプが入るものとか無地のものもあるんですけれども、無地だとインナーのシャツでいろいろ遊べるかなと思います。え、あ、そっか。シャツもあれですよね、種類たくさんありますよね。そうですね。普通の白無地のシャツだけじゃなくて可愛いシャツいっぱいあるので、シャツでもう遊びたかったらスーツはちょっとシンプルめがおすすめです。2つ目なんですけども、はい、あのボトムがスカートとパンツ両方作ってるので、うんうんうん、はい、アリンカさんはどっちがお好きですか。でもよく履くのはスカートです、うんうん、あ、そうなんですね。はい、多分すごくよく似合うと思うので、で、はい、でもハンサムなかっこいい感じも試していただきたいので、はい、両方履いてみて、はい、お好きな方を選んでみましょうか。はい、はい、そうします。最後に選ぶポイント3つ目、はい、サイズ感になります。はい、シャツとのバランスもあるので試着用シャツを試しながら全体のバランスを見てぴったりなサイズを一緒に選んでいきましょう。はい、はい、これを着てサイズをしっかり合わせていきたいと思います。はい、お願いします。はい、そしたらまず9号で試してみましょう。はい、すごいかっこいいですよ。足先に向かってちょっと細くなるクロップドパンツはすっきり見せる効果があるんですよね。かっこいいです。パンツスタイルは、長さがですね、足首のくるぶしが隠れるぐらいが一番すっきり見えるので、はい、インカさんお直しなしでバッチリです。うん、これもいいですが、きっとスカートもお似合いになると思うので、はい、スカートもぜひ試してみてください。はい、履いてみます。はい、すっごい可愛いですね。やっぱりスカートが似合う。雰囲気変わりますね。はい、スーツのサイズなんですけども、はい、ジャケットは失礼します。はい、肩がぴったり合ってるかどうかと、ボタンを留めた時に斜めの線が出ないか、うん、ここですね。すごく綺麗です。くびれもすごく綺麗に出てます。うん、そこから流れるように広がるスカートのラインもすごく可愛いですね。うん、かわいい。スカートの丈の長さはお膝真ん中が一番いい長さなので、これでバッチリです。はい、このスタイルに合うシャツをいくつかピックアップしてみたので、ちょっと見てもらってもいいですか。はいはい、今年の一番おすすめなのがリボンとフリルの取り外しができるシャツになっています。取り外しですか。はい、いろんなスタイルが楽しめるようになっています。今年の色展開は白、ラベンダー、ピンクになっていて、かわいい。色選びのポイントなんですけど、はい、きちんと感がある白、一番清潔感がある色で人気があります。うん、華やかなスーツスタイルにしたかったらピンクかラベンダーがおすすめです。うん、どんなスタイルがいいですか。
きちんとでもかわいい。リボンがついてれば可愛いですよね。そうですね。今年は本当にリボンがリボンですよね。どれも可愛いけどこの2つ可愛いですね。やっぱり華やかですね。はい。可愛いです。どうですか？着てみました。今季はリボンなのでリボンにしたんですけど、あの皆さん大人かわいいスーツスタイルリンカはできてるかコメント欄にぜひ。次回はメンズ編です。ハルト君はどんなコーデを組んだか気になっちゃいますね。次回も皆さんまた見てください。バイバーイ。